墓地対策というか、あれですね、黒力戦とヘルム・オブ・オビディエンスのコンボも搭載してるっていう感じですね。だから基本的に墓地を使う系、デルバー系のデッキの時とかに、墓地対策入れつつ、ヘルム・オブ・オビディエンスを使って、まあ、勝つと。勝つと。勝ちっていう。ウィンという。そうそうですね。そうですね、ヘルムボイド。なるほど、確かにマナ出るから。そうですね、相性がいい。というかこのデッキにもヘルムボイドコンボ入れると実は結構効きそうな気がしますね。ジャンド今出されたシギレイのシャーマンも厳しい、きつくなるし、結構これ読んでない、読まれてないこと多いですよね。そうですね、これの搭載は。はい、ただ、まあ、出てないので、はい、まあ、入れてない可能性も高い気はしますね。アメトゲ、アメジストのトゲ強いですね。これいきなりあれですね、影山さんのハンド結構リリアナとか、リリアナとかあったので、次のターン、普通だったらリリアナって出るはずだったんですが、これで一旦ちょっと遅れちゃいましたみたいな感じにはなっちゃいそうですね。そしてこの1ターンの遅れが、そうですね、エルドラジデッキに対しては、はい、結構厳しかったりとかしますね。さあここで M の不審。いや、ただ影山さんかなりこれはいい回りしてますね。そうですね、クリチャーも出していけると。はい、これやっぱりあのエルドラジデッキの、まあ、特性なんですけれども、やはり先手で張れると強いカード結構多くて、うん、MUD と似てるところあるんですよね。先手だとすごい強いカードが結構入ってて、まあ、後手だとまあまあ強いかなみたいな、もう先手で張っちゃうときついみたいなのが結構多いので。なるほどなるほど。まあその上でこういった先手後手を逆転するようなカードが入っているということですね。まあ、確かにそうですよ。コメントにもあったんですけど、まあ、シギレイですとかタルモゴイフやバッスルヒモなんかも、そうですね、まあ、一応墓地帯で無力化できると、はい、なのでちょっといいですね。さあここで作り変えるもの、はい、まずはこちらのおまけ付きの3番の3人からですね、はい。まあ、手札に稲妻あったので通常だったら打てたのにっていう感じですね。さあめくれたのがチシャミ組のエルフ、はい、嬉しいけど痛い痛い嬉しい痛いみたいな感じ。嬉しい痛い。これ4マナでキャストしてもめくれたスペル打てない。そうですね、スペルがめくれちゃうとちょっと、ね、ちょっと厳しい なかなか動きづらいですね、やっぱり。はい、これちょっと難しいですね、影山さんの方もね、うん、どう展開するかちょっと考えてるようですね、うん。ですね、まあ、皆様としてはやはり久しぶりにチアミゴミのエルフが走る瞬間を、そうですね、見たいところかなとは思うんですが雨トゲかなり効いてる展開ですね、うん。そう、エンドオブターンに稲妻も打てなかった、2ターン目にもリリアナ置けなかった、うん、2マナで今打ってますからね、うん、稲妻も本当は軽いスペルなのに。さあここでおまけチャンス、はい、エルドラージョミミッカーに行きましたね、はい、微妙にブロッカーになっちゃったので、ね、ちょっと邪魔くさいなみたいな感じですね。これもしかも次でこれもね、スティジックさんが出てきてしまうと、そういきなりいきなりクライマックス、ゴーゴーが2体殴るみたいな、うん、もうめちゃくちゃですね。そうですね。さあシギレン2体目をここは召喚していきますね。難しいですね。ここでカモさんから何のカードが出てくるかによって全然違うので、これ出てくる気がするんですよね。この展開はまあ、6マナの週末招くものでもいいし、うん、みたいな感じではありますね。ゴーゴー一体なくてこれ通せないですからね、しかも、うん、まあ、うわー出てきましたね。やっぱり予想通りの展開になっちゃいましたね。でゴーゴーが2体ゴーゴー走る2体、はい、
これあれですよね、こうあの、あ、全部テイクしましたかね、これむしろめくれちゃうと死亡ですからね、もう。あ、でも一応まあライフゲインはできるんですね。なるほど。あ、はいはい、そうか、もうまずライフゲインするかどうかっていうところですね、うん、ただこれライフゲインしてるともう結構もうかなり自利品になっちゃいますね。ここしないことには始まらないような気もしますね。めくれちゃったら大変なことになりますからね、はい、まあ、大変なことというか負けちゃうんですけど。そうですね、はい、大変負けですね負けちゃうんですが、あ、ライフゲインしない、お、土地よかったよかった、そうですね、よかったよかったっていう感じではありますね。ちょっとただだけど3なのでもう、そうですね、もうどうしようっていうところはありますね。ここから先じゃあまあ21が変身しないとしても55のトランプルまずどうしましょうみたいな。さちやみではないですね。そうですね、まあランド引いたのでチアミを出すっていうのもありではあるんですが、ちょっと悠長かなとは思いますね。あの、それでもブロック、あのフェッチを切ると2になってしまうので、そうですね、はい、で55トランプルどうすんのっていう話になってしまうので、にですね、まあここはもう仕方ないところではありますね、うん、まあランドを揃えていきます、うん、これまあ普通だったら結構ジャンド結構ここの試合、うん、かなり 有利に動く展開だったはずだったんですけどね。久々の登場ですね、チャミングナイフ、うん、思考が濃い、まあ、全くいらないですね。打ちません。打ちません。はい。打たないので、まあ、チアミガミが出ましたと。まあ、チアミガミ3人なので、一応次は倒せそうではありますが、さあ、早かったですね。ドロ早いですね、これは。さい。というわけで、準々決勝は、カモリキさんの勝利となりました。おめでとうございます。